歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。昨日4月の5日、僕の小池デンタルクリニックの、会員記念日という、そういった日になります。自分の誕生日が4日なのに、なぜ会員記念日が5日なのっていうふうに思われる人がいるかもしれませんので、一応ね、なぜ5日にしたのかっていうね、それにも答えておこうと。深い意味が、まあ要は親父の誕生日が4月5日なんですよ。僕の誕生日が4月4日、親父の誕生日が4月5日、どっちで会員記念日にするかなっていう時に、まあせっかくね、あの僕のことをこうやって育ててくれた、大学にも行かせてくれた、そして開業にも協力してくれた、少しでもね、ちょっと感謝の気持ちを見せようというと、こうかっこいい言い回し、っていう感じのね、そういう形で自分の誕生日の4月4日じゃなくて5日に会員しましたよっていう感じになるんですが、まあその5日を迎えたことで、会員からちょうど9年、ちょうど、昨日で、会員してから丸9年という形になったわけですが、こうやって思い起こしていくとね、この9年いろいろあったなっていう話よりも、実は喋らなきゃいけないことがあって、小池病院がですね、この2020年7月ですね、思って今この小池デンタルクリニックのある土地の部分、小池康原小児歯科クリニックがまあ1階にあって、2階が小池デンタルクリニックなんですが、小池病院が引っ越してくる形になります。で、小池病院が引っ越してきて、7月に開院するという形になるんですが、その時に小池デンタルクリニックと小池康原小児クリニックの方も一緒に小池病院の中に入って、総合の一つの病院としてね、やっていく形になります。で、そうすると、まあ、駐車場が足りなくなってしまうので、既存のままでは今ある、小児科と、デンタル歯科の建物は駐車場になっていくと。というわけで、僕が9年前に開院したこの院は10年を迎えることなく建物がなくなるという、本当に嬉しいと言っていいのか悲しいと言っていいのか、新しい病院ができることはいいことです。でも10年経たずに、頑張って設備投資した院がなくなるのもまた悲しいことです。複雑な心境に包まれながら、9年目を迎え、7月にね、その合流を迎えるためにいろんなことをこれからねやっていかなきゃいけないと、そんな4月であるわけです。まあ、産婦人科との合流に先立って、小児科と歯科の方が先にちょっと動き出すという部分もありますので、ちょっと早めからね、建物自体は使っていって診療されているという形になっていますので、興味のある方は、4月の半ばを過ぎてゴールデンウィークぐらいの時にもね、病院自体がある程度稼働してるっていう形にもなってきますので、ぜひね、見に来られるのもいいんじゃないですかね。外から見ても、通常の一般的な病院よりも白系ではなく、どっちかっていうと黒やグレー系の丘の建物、そして自然の木を使ったそんな外観ですね、こじゃれた形の建物になっています。で、そうすると、7月とかね、産婦人科の方もしっかりこちらの方に転院してきた時には、入院されている患者さんはね、ホテルに、宿泊しているかのような、そんな雰囲気を楽しみながら、出産というものを迎えれる人も多くなるんじゃないかと思ってます。なのでこの2020年、小池病院というものが小池デンタルクリニック、小池康原小児クリニック、全てを統合し、まとまっていく大事な1年になりますので、この年度代わりのこの4月の頭、ちょうど会員記念日が昨日だったということも含め、いろんな意味で、今日、皆さんにこういったものをもう一度ねしっかり伝えておこうかなと思ったんで、この場を借りて小池病院が7月7月に、統合されますということを、皆さんの記憶の中に留めておいてくれればと思いますので、これからも小池病院のグループをよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。